今回の私の動画についたコメントですけども短い文章にいろんな思いが込められているというふうに私もすごく重く受け止めましたねこれ私自身がずっと思っていたことなんですよこのように書かれていますもう子供も諦め車も諦め外食も諦め今にも生きることを諦めそうです何のために生きているんだろうかと書かれてますよねちょうど私が35歳ぐらいだったかな もう自分の人生を自力ではどうにもできないなというふうに悟ってですね、あと残りの人生はやりたい放題やってやるかみたいな感じで、やけになった時期にこういうふうな考えを持ちました。私の場合はどちらかというと、やけになって塞ぎ込むんではなくてね、もう借金残して死んでやろうかぐらいの気持ちだったんで、もう振り切りましたね。だからもう開き直って、えー、借りれるものは全部借りてですね、 で、演じたい自分を最大限演じて、で、なるべく多くのね、若い女の子と付き合おうと思って、えー、お金もしっかり使いましたしね。で、意味もなく、知り合いにどんどんこう、おごったりね。例えば私ね、90日連続、しゃぶ膳っていうね、しゃぶしゃぶ屋さんで、すき焼きを食べていたんですよ。毎晩ですよ。で、そのしゃぶしゃぶの席に、Facebook で、 誰でもいいから一緒に食べませんかって感じで呼びかけて毎晩知らない人に奢ってですねそこで仲良くなるみたいなことを繰り返していたんですよ。<laughs> ね、変でしょ。<laughs> で、ずっとそういうことをしながらああ、いいラストシーンだったなとこうやって最後にやりたい放題でまあ人生飾れるんだったらこれも俺の人生だよねって感じでね進んでいきましたね。で、みるみる借金は積み重なって 1,000万を超え2,000万を超えもう2,000万超えた辺たりかもう別に借金っつっても返すつもりなんだからいいじゃないかみたいな感じでね完全に返すつもりがないところまで自分のマインドが来てしまったんですよまあでもね楽しい日々を送ってるとそれはそれでこのまま長生きできないかなとも思う気持ちも出てくるんですよね、まあ、私の場合はそうやって自暴自棄になって最後はやるだけやってやれやみたいな感じでねもしかしたらこうねもうちょっと 私のマインドが腐っていたら、犯罪的なことをして最後の瞬間を迎えたかもしれませんけども、まあね、当時お金を借りまくった人に対してみたら、もしかしたら返すつもりがなく借りてたんで、それも犯罪的だったかもしれません。まあでも、現在はね、すべての人にしっかりと金利をつけたまんま、ぶん前に全員に返しましたんでね、いや、久保さん、やっぱりね、久保さんならやってくれると思ったんだよ、と。だから、安心して、このお金100万貸せました、とかね。 そん <laughs> なこと言ってくれましたよ。一、まあ、人当たりね、少なくて30万、多くて100万みたいな感じで、どんどん借りてましたんでね。で、借りると借りたでね、貸してくれた人の中って結構縮まるんですよね。<laughs> 不思議なもんで。私の場合はそうでした。はい。でね、私の話でどうこうならないと思いますけども、でもここに書いてあるように、当時私も、あ、自分にはもう、子供も無理だなと。で、車はね、あの、持っていたんですよ。 あの、中古でセルシオが叩き売られてたんで、あの、車のね、税金をものすごく滞納しながら、車検の時にギリギリ払うみたいな感じで、2年ごとに、そうやって、ボロい車をね、買い替えてましたね。とりあえず30万円以下とかで検索したりとかね。<laughs> なんかそんな感じでした。なんかね、軽自動車よりも、あの、3リッター、4リッターの方が安いんですね、中古車ってね。<laughs> 不思議ですよね。 はい、そんな感じでね、あのー、私振り返るところがあったんですけども、でも本当こうなんですよ。何もかも諦めて何のために生きてるんだろうかっていう風に感じさせる、この日本の統治体制。はっきり言ってこのガバナンス効いてるんですかね。何のために生きてるんだろうかって、完全に健康で文化的な最低限の暮らし遅れてないじゃんかってことなんですよ。もう希望もないですよね。自分に繋がる人もどんどん減っていって、孤独で、 心細いいと思いますだから YouTube でこうやってコメント書いてくださったんじゃないかなと思うんですよね。いや私ね今にもね飛び出してこの方のところに行ってみたい気持ちですよ。まああのこの動画ねご覧いただいてるかどうか分かりませんけどももしね私がこれ今あなたのねこれお名前分かんないんですけどもユーザー DU7QN6T 93W。これ、ご本人さんもこんなハンドルネームだってことは分かってないと思いますけども、このコメント書かれた方ね、私、気持ちよくわかりますよ。ぜひね、私の動画にまた来ていただければ、何がしかの希望やつながりを与えていけると思います。コメントの方ありがとうございます。私にとってみたら、恩人ですよ。